大石先生流2021年10月の運勢ランキング前編。はい、はい、もう恒例になっております、名数占いでございます。はい、名数というのは皆さんの運命の数で、生年月日で決まるものなんですが、生まれた年は必要なくて、はい、何月何日生まれというその月と日の数字、この2つで決まります。はい、これを足し算してもらいまして、だいたい2桁でしょうから、10の位と1の位をまたバラバラの1桁と見ていただいて、これを足し算すると、でこれをひたすら繰り返していくと最後に1から9のどれかになりますので、はい、これが皆さんの運命の数、命数というものでございます。はい、でこれに従って運勢をまあ1位から9位までランキングしたものを発表するというコーナーでございます。はい、で10月の、運勢ランキング、はい、下の方から発表していきたいと思います。前編は下位8位から5位の発表でございます。9位は明日、そうお楽しみにとってということですので、はい、まずは第8位からの発表でございます。はい、10月に8位なのは命数5の方でございます。でこれはもうシンプルにですね、ストレス過剰の運勢というふうになっておりまして、まあ外のいろんなものに人間関係も含むし、まあ仕事環境も含むわけですけども、ストレス過剰でやっぱり心身にこうね、病気を発しやすいタイミングだと、具合を悪くしやすい時ですので、もうまずは健康第一要注意ということで8位にさせていただきました。はい、で、この8位も含めてランキング下位の方はですね、ただ悪いですって予言されただけでは困ると思いますので、はい、ランキングすべて発表し終わった後に、そういうねランキング下位の方用の被害最小限の過ごし方というのもお伝えいたしますので、はい、最後まで見ていただきたいと思います。あさってアップしますので、ぜひセットでご覧くださいませ。はい、そして、では第7位、10月に第7位なのが命数4の方でございます。でこれはですね、大切な人や物と別れる運というやつが巡ってきております。で、やっぱりそれは悲しいことだったり辛いことだったりするわけですよね。ただ長い目で見ると、あの時そのまあ、たもとを分かっておいてよかったなというふうにはなると思いますが、まず当面ちょっと辛い思いをしそうだなという運気ということで、第7位とさせていただきました。はい、はい、続きまして第6位ですが、命数1の方でございます。命数1の方はですね、喧嘩上等運という名前になっておりましてですねだいぶ荒ぶってますね。揉めた方が結果良くなるよということですので、はい、まあいい子いい子でいないで、はい、言いたいことは言うし、うん、おかしいと思ったらもう突っ込むしみたいな形でですね、まあ雨降って地固まるというのをこういくような運勢ですので、揉め事はあるけど終わりよしという形というのが、命数1、ね、6位の運勢ということになっております。はい、そして第5位でございますけれども、命数2の方でございます。で、順位5っていうのは、はい、要するに1から9のど真ん中なんです。そうですね、いわゆる普通の運勢で、はい、我々ですね、我々なんですが、運気的にもですね、はい、普通っていうもう何の面白みもない運勢になってるんですやばいやばいやばい、はい、一番なんか聞く価値のない占いになってますけどあの10月の運勢普通ですなるほど、はい、まあまあゆるゆるというね、まあ可もなく不可もなしみたいな感じの運勢ですので、はい、まあよしとするかみたいな、ね、そうですね、変わらず頑張りましょうということになっております。はい、今日ここまでの8位から5位までということになっております。はい、明日は上位と9位の発表でございます。はい、まだ呼ばれてない方、はい、こうご期待、こうご期待、楽しみに待っててください。はい、では明日もまたご覧くださいませ。また明日。はい、また明日。